はいどうも中井です。今回は年末ということで2023年を振り返る動画でございます。2023年ですね、たくさんゲーム出たんですが、それが現在どうなってるのか気になる方多いんじゃないでしょうか。今回はスマホゲームに絞って上半期から順番にご紹介していきつつ、そういえばそんなゲームあったねと、結構忘れてると思うんですよ。僕でさえ懐かしいって気分になりましたから、一回振り返っておきましょうというわけで、発見を取ったものからもう差ししたものまで様々なゲーム出ましたので、そちらを一挙ご紹介していきます。それでは行きましょう。トップバッターはキャプテン翼ライバルズ。これがトップバッターなのか。クソゲーよりひどいゲーム未満の何かっていう形で紹介しましたね。ワールドカップで活躍した長友選手やイニエスタ選手がアンバサダーになっているということで期待されていたブロックチェーンゲームです。さらに有名人で言うと、ZOZO タウンの前澤さんも関わっていました。サッカー選手も大好きなキャプテン翼を使ったこのゲーム、いいものができんのかなと思いきや、とてつもないクソだったと。当時のね、記録振り返るとブロックチェーンゲームで無償ではね全然遊べませんと。だから優勝でキャラを買わなきゃいけないんですけど、一番安いやつで3万5000くらいと、それを買わないとゲームできなくて、でゲームの内容も数字比べゲームという、めちゃくちゃ簡単な一切の頭を使わなくていいものだ。でこれが現在どうかというと、その作りの安さから意外といけてるみたいです。で意外と稼げるみたいな。確かにその稼ぐとかそういったものを主力に置くのであれば、ゲームに対するお金はかけなければかけないほどいい、安ければ安いほど、ユーザーに還元できると、ただこれがゲームって言われるとすごく疑問ではあるので、くら寿司のビッグラポンの方が面白いんじゃないかと当時の僕も言ってますが、これで稼ぐぐらいなら働いた方がマシなんじゃないかなと思いました。はい、2本目はこちら、モンスターユニバースです。これはですね、なんと紹介したことがないです。しかしこれは僕が注目していて動画にするかどうか悩んだゲームでもあります。こちらはですね、コロプラから出た 3D アクション RPG で、特徴としてはですね、スマホだけじゃなくて Steam でも出たと。 Steam で結構ちゃんと遊べる 3D アクション RPG で基本無料で展開するという趣旨のゲームですね。結構実験的なタイトルらしいんですけど、売れたかどうかで言うと別に売れてはないです。ただ正直そのもうスマホでオリジナルで基本無料でっていうのがもう厳しいなっていうところで、Steam っていうところでね、ユーザーも増えてますし、新たな市場を求めて開拓しに行った、そういった実験なんじゃないかなと思います。ただ動画として紹介するにはちょっとパンチが少なすぎたんで、これはやめておきました。はい、次はですね、延々の消防隊演舞の章。懐かしいですね。2023年1月31日にリリースされたモブキャストゲームスのゲームですね。でモブキャストは結構ね、IP ゲーよく出す会社なんですけども、で、このゲームはですね、オバマスの側を変えたようなゲーム。オーバーロードのね、ゲームが2019年にリリースされてるんですけども、それと結構似てますと。で2019年レベルのクオリティのゲームを2023年に出した、フルボイスでもない原作再現もちょっと微妙ですねっていう話をしたと思うんですけども、結果どうだったのかっていうのを今見返すと、めちゃくちゃこの通り売れてないという状況ですね。ここまで売れてないということは、もうその商材を出しているのか広告を出しているのかということすらちょっと見えてこないという感じですね。はい、次はこちら、スピードラッシュランナーズ。ミクシーのモンストのゲームがこの年たくさん出たんですけど、それで一番手じゃないですかね。スピランは一度紹介したんですけど、この系列のゲームはなぜかクオリティが低いミニゲームなのにマルチゲーにするという、でかそるじゃないですか、クオリティ低いから。だから全然面白くないっていう、いろんな負の連鎖を招いているシリーズなんですけども、このスピランも、操作性悪いとか視認性悪いとか、てかそもそもこれ誰にやってもらおうと思ったんだろうとか、いろんな疑問があり、で売り上げはこちらですね。いやーって感じですね。見ての通りという具合です。はい、次はですね、2023年2月16日とはつがいです。こちらはスクエニからリリースされた、結構気合入ってる割に評価も売り上げも低いなという感じなんですけど、シノアリスでもですね、一部シナリオに携わった方が入って、このシノアリスファンが好きそうな感じでどうですかいみたいな、そういうゲームですね。で実際シノアリスは今年差し発表してますから、思えばその辺も込み込みでというか、とはつがいにバトンタッチするような予定
定でシノアリスのユーザーを討伐外にね移行していただいてっていう狙いもあったんじゃないかなと。まあもうシノアリスが一人完結するからとか、まあ、そんな気もしますね。で気になる売り上げはこちらです。まあ売れてないっすね。やっぱまあ今までね出してきたゲームと比べると売れてるんですけども、まあ、いけてるかというといけてない、まあ、黒字化できるかというとまあできなさそうというそういう数時間ですね。まあでも永遠の消防隊とかねスピランと比べるとまだ粘り強く頑張ってるなと、諦めてないなという感じがします。はい、次はですね、2023年2月21日にリリースされたブルーリフさんですね。僕の動画で紹介したんですけども、どういう話をしたかというと、開発期間4年以上で初等50位ってあんま良くないよねみたいなことでスタートしてて、で、あの岸田メル先生がイラストレーターでシリーズ創刊集のブルーリフレクションっていうのがシリーズですね。これがまあコンシューマーもあり、アニメもありのブルーリフ3大プロジェクトが出ましたと。わかりやすく言うと大の大冒険みたいな感じですかね。で、この時に5、60位くらいは低いんですけど、このあたりうろうろできるなら十分いけるみたいな話してましたね。まあうろうろできるわけはないと思ってるんですけど、さすがにこれは気遣いですよね。初動5、60位ってことはまあ余裕で200位を切るし、余裕で県外コースなんですけども、まあ、それを言うのはやっぱ野望かなということで言ってなかったんですけども、まあ売り上げ見るとこうですね。そうですね、討伐外よりも初動低かったですから、そりゃ討伐外よりも低く出てるでしょうと。12月低いのちょっと気になりますね。1月で挽回するのかどうなのかと。で次はですね、2月22日ワールド2ワールド。2月すごいっすね。本当にこの先見ていくと分かるんですけど、2月にゲームが集中してます、ね、何があったんでしょうか。でまあこのワール2なんですけども、まあ2月22日に出て7月31日に冊集を発表した、冊集で紹介させていただいたゲームですね。なのでまあ5ヶ月ちょっとですね、7月31日冊集で5ヶ月ちょっと終了ということで、まあ本当にねこの通り売れなかったんですけど、まあニコイチ RPG ですと。この奇抜なこの尖りが面白いゲームということで出たんですけど、もまああんまりスマホゲームには向いてなかったっていう感じですね。どっちかっていうとコンシューマーっぽいというか、ただそのコンシューマーをスマホで出してもしょうがないよねってことはもちろんね理解した上で、頻繁に更新されて新しいストーリーが読めるっていうのはスマホゲーというか、そのオンラインのゲームしかできないから、その週刊連載っぽくやっていこうよっていうアイデアで出たって感じですね。今思うとそうですね、ちょっと低予算で作って広告でなんとかするみたいな、そういう路線で売れてるゲームって実はいくつかあるんですけども、結構ねゲーム性タイプなんですよね。でこのゲームはストーリーとか日本の RPG 的な楽しみ方だと思うんですよね。そことスマホゲーの相性は特に今年は需要的にも悪かったなと、今ねこの年末振り返るとそう思いますね。はい、お次こちら、2月27日、サクライグノラムス。いや、2月すごいっすね、本当に。サクムスはやっぱ伝説的なゲームで、2月27日にリリースされて、1ヶ月後3月31日に最終発表するという、もう凄まじいゲームですね。まあ、これはまあ、パブリッシャーマーベラスで、開発が FGG、まあ、グミ。で、まあ、その、忍びナイトメアっていう、滑って差収したゲームの後継作なんですよね。ファントムオブキル、タガタメのアルケミストの P が作ったゲームで。で、まあ、サクムスは FGO のストーリーと、ウマ娘、まあ、パワープロの育成と、そのファンキルタガタメの SRPG っていう、その3つを融合させたゲームで、まあ、FGO って売れてるじゃん。なんで売れてるか。それはストーリーじゃん。ウマ娘って売れてるじゃん。ウマ娘って、そのサクセスで売れたじゃん、みたいな。違うんですけど、ウマ娘のサクセスじゃん、みたいな。で、ファンキルタガタメといえば、まあ、うちが、FGG が大儲けした、輝かしいゲームじゃん。でそれやっぱ SRPG じゃん。で、この3つをもう3体融合させれば、もう最強のモンスターできるじゃん、みたいな感じ。そしたら、あの、合体事故起きたみたいな。混ぜるのは危険だったわけですね。まあ、このゲームが1ヶ月で終わったのは、まあ、そもそもできてなかった。予算切れちゃった。まあ、完成しても、もちろん、その分のペイはできないですよ。ただ、半年伸ばしたら完成しますって言われても、多分、その半年間分の開発費すらペイできないから、損切り正しいよね、みたいな出され方をしましたね。で、結局、サックムスは、1ヶ月で差収したもんだから、まあベラスがもう全部返金しますって言って、まあ、全額返金したんですよね。まあ、このゲームの1ヶ月の課金額なんかまあ知れてると思うんで、何千万ぐらいのもんでしょうね。でそれよりも会社の看板が大事でしょうっていうのは本当に妥当な判断かなと思いますね。まあ、今思うとこのゲームがこんだけ滑った理由はなんかいろいろ気のせいだったよなみたいな感じですね。でファンキルとかタガタメが売れて俺らすごい実力あるじゃんみたいな感じだったと思うんですけど、ファンキルとかタガタメが売れたのは本当あの時期に2014とか16とかにスマホに SRPG を出したのがでかかったな。まあそれ以上でも以下でもなかったということですね。はい、次はこちらですね。タワーオブスカイ。まあ、これもモンストシリーズの一作ですね。このゲームはこの時期に出たモンストシリーズの中で実は一番売れてて、まあその VTuber コラボでね、売れました。まあ動物タワーバトルみたいなゲームです。まあ現在の売り上げはこんな感じで、まあ売れなかったっすねっていう。
まあモンストはさらっと流して、次はトラハーインフィニティですね。この案件をねもらってご紹介したゲームで、まあ、リネっぽい MMORPG なんですけど、まあこの通り売れてないですね。やっぱ日本でこの系統の MMO ってちょっときついのかなと。まあ、どういうきつさがあるかっていうと、結局のところこのタイプの MMO って多分富豪の集団を連れてこれるかどうかだと思うんですよ。日本のハイ課金 MMO コミュニティみたいなのがあって、まあ、みんな知り合いだよねみたいな感じでね、有名な人がいるんですけど、その人らが移行すれば儲かるし、移行しなかったらそんなに儲かんないみたいな。だからそこの富豪をどのゲームが取るかっていう感じなので、まあ取れなかったんだろうなという、そういう印象です。はい、次はですね、ようやく3月ですね。3月1日のエンゲージキルです。こちらはまあメディアミックスですね。アニメとゲームやるよっていうスクエニのやつです。まあ、懐かしいですね。この時期メディアミックスが多かったんで、メディアミックス出るたびにアニメを視聴するっていう作業をしてた記憶あります。でまあ売れなかった理由を当時動画で言ってるんですけど、まあキャラ足りなかったよねみたいなことは言ってますね。でこのゲームは3月1日にリリースされたんですけど、その3月3日にプロデューサーから、いや本当にすいませんでしたみたいな、改善プランをご紹介させてくださいって言ってるほど売り上げがちょっと出てなくて、まあほど慌てたんだろうなという具合ですね。このゲームが売れなかった理由は、アニメの作りがゲームが売れる作りじゃなかったっていうことですかね。だから座組が悪いというか、というのもアニメの後にゲームが来るっていうストーリーなんですけど、アニメでキサラっていうヒロインがいて、でそのヒロインはその主人公のシューの女になるんですよ。というか結構ハーレム系で、出てくる女が結構シューの女になるんですよね。でもその後の後日談的なストーリーで展開されるゲームの主人公はシューじゃなくて、まあ自分プレイヤーなんで、なんか他人の女が売り物になってるって感じなんですよ。もちろんゲームオリジナルのヒロインとか出てくるんですけど、やっぱアニメの後だから、アニメのキャラの方がキャラが立ってるじゃないですか。しかも続編、まあ、シードディスティニーのキャラよりシードのキャラの方がキャラ立ってんなみたいな。まあこりゃまあ売れないだろうなっていうのは納得ですね。まあ、普通にゲームもシュー主人公の方が納得感はあったんじゃないですかっていうのが僕の感想です。はい、次はこちらですね。ディスライトですね。これは AFK アリーナ作ったリリースゲームの新作で、で僕もちょっと注目してたんでプレイしてみたら、まあ、結構面白かったから取り上げたみたいな感じですね。で実際売れてるかっていうと、まあ、こんな感じで、突如えぐい質問し方してますね。これはですね、あるあるで、多分どっかで赤点したんでしょうね。ピタッと広告費止めるから、ピタッと売り上げ下がるみたいな。まあよくできてはいたと思うんですけども、AFK アリーナみたいに、そのゲーム性で課金でバグらせてるみたいな感じのやつじゃなかったんですよね。かなり正統派コマンドバトルとして作ってきたっていうところで、絵的にもまあそんな日本で受けなかったのかなと。そこでまあやっぱこういう路線だと結構頑張って作っても売れねえんだなと思いました。はい、次はですね、3月30日、ミステリーレコード。これもね、モンスト3部作かなの1本ですね。これはね、なんか謎解き系のゲームなんですけど、まあ、このゲーム自体が謎でしたね。なぜこのゲーム生まれたんだろうっていう謎を、その答えが欲しいなっていう。これもまあまたマルチなんですけど、まあ、謎解きなのにモンスターを倒す要素もあったりとか、もうちょっとどこへ行きたいのやらというゲームですよね。まあ、この売り上げなのも納得かなと。はい、次はですね、GGGGG ですね。これも差し入れゲームとして紹介してましたけども、まあ売り上げこんな感じで売れなかったというドリコムの、まあブロックチェーン機能もあるゲームでしたね。モンスト系もそうなんですけど、やっぱりね、マルチ寄りのゲームは大体全滅ですね。そんなに一箇所にもう人が集まる時代ではなくなったのかなと思います。はい、次こちらですね。マジデスカイですよ。もう伝説のゲーム。魔法少女マジカルデストロイヤーズです。これもまあメディアミックスでアニメを見ることになりましたね。4月7日にリリースされたにもかかわらず、8月31日でサービス終了するというすごいゲームだったんですけど、まあ、作務さえいなければ天下を取れたのになと、さぞ悔しい思いしてるでしょう。まあ、このゲームの凄さはやっぱゲーム画面ですよね。ゲーム画面すごいっすよね、これ。まあ、本当にゲームを作って、納品するっていうその条件を満たすためだけに生まれたみたいな感じのゲームですね。まあそんなこと言ってもこの予算じゃこれぐらいしか作れないじゃないかみたいな。はい、次がエラゲですね。7月25日にリリースしてそれ紹介させていただいたんですけども、その後に10月30日に差し入れして、それはそれで動画を出したというゲームです。これはまあ早いなと。まあ、その辺の企業だったらわかるんですけども、セガが1年経たずに、まあ、半年発表で1月5日差し入れですから、この速さで差し入れするのは予想外でしたね。セガのいろんな昔のゲーム IP を擬人化して、そのシューティング RPG にしてみようぜみたいな。であと横尾さんのディレクションを通してリブランディングすれば若い人に売れるんじゃ
ないかっていうことがね入ってましたね。でまあユーザーは頭にクエスチョンマーク浮かべて爆死するというゲームでした。なんでまあ確かに企画としては偉い人が喜びそうな感じはしたんですけど、実際ユーザーからするとそんな求められてなかったんだろうなというゲームでした。はい、そして4月最後が4月26日崩壊スターレールですね。こちら、まあ、案件で紹介させていただいたゲームなんですけども、まあ、あのホヨバさんの新作ゲームということで注目集まり、まあ、広告もすごい出しますよ。で蓋開けてみたらまあすごいゲームで、当時のホヨバが限界までアドベンチャーにお金を使ってみたみたいな感じのゲームでしたね。で今ゼンレスゾンゼロのクローズドベータテストとかもやってるんですけど、ここで培ったノウハウが使われてるなみたいな感じで、今後もホヨバのアドベンチャーのクオリティってこの基準なのかなと。当たり前のように日本語のリップシンクも対応してるし、まあ到底日本のスマホゲー企業が真似できるようなものではないなというものでした。でまあものすごいバカ売れして、まあセンサータワーソースなんですけど、リリース10日で世界収益1億ドル、リリース3ヶ月で世界収益5億ドルを突破ということで、まあでもよくわからんぐらいまあ儲かってるという、まあねこれに100億200億使おうが全然黒字というすごいですねっていう、まあ逆立ちしてもかなわないなっていう感じのゲームでした。本当にねゲーム自体はそのガチャで売ろうガチャで売ろうとあんましてなくて、ストーリーを読ませようとするし、すぐガチャ引けないし、ソシャゲのテンプレみたいな全く乗っ取ってない挑戦的なタイトルだったんですけど、まあ売れるんだなっていう、ここまで来るとまあホヨバースブランド完全に定着したなっていう、そんな感想でしたね。はい、というわけですね、たくさんのゲーム紹介しましたけどもいかがでしたでしょうか。まあ打率で言うとやっぱり1割あればいいかなぐらいの感じですね。基本、まあ、特に国産は売れてない苦しいそういったものが多いです。別に僕も特別売れてないものをピックアップして紹介してるとかではないんですよ。まあ、全ゲーム紹介しても正直黒字化できるのは2割いかないんじゃないですかね。1割あればいいかなぐらいのものなんで、まあ、シンプルにその全ゲームを動画化したとしても、まあ、9割は爆死動画になるっていう、まあ、正直にお伝えするだけでそうなってしまうというのが、まあ、今の日本のスマホゲーム市場の現状ということです。そんな中でやっぱりスタレはバカ売れしたなというか、まあ、スマホゲーム基本無料ゲームを作るというところにおいては日本のゲーム会社ではちょっと勝てないのかな。まあ、もちろんねコンシューマーをね作ってますからそっちで戦えば、まあ、全然戦えるんですけども、ソシャゲっていうところで言うと、まあ、もうちょっとかなわないのかなというところは、まあ、この新作で見るとわかるなと。もちろんね日本のねセルランで国産のゲーム上位に入ってるんですけども、やっぱりモンストみたいな IP とコラボできるタイトルとか、まあプロスピとか FGO とかもそうですけども、バックに強い IP というかそういうファンがついてるのがずっと売れてる状態で、まあ新作は呪術廻戦が1位取るというか、まあ、結局 IP なんだなと、まあ日本の今のソシャゲ市場をよく表してるなと思います。はい、というわけでね、その2月とかねやっぱ多すぎてゲームが、とりあえず一旦この4月までで、動画の時間がね長くなりすぎてしまうので、一旦この4月まででね一区切りとさせていただきます。まだまだ懐かしいゲームございますので、次の動画も見ていただけると非常に嬉しいです。以上中井でした。本当によろしく。